ミュージカルアオハル鉄道公式ホームページをご覧の皆さん、こんにちは。有楽町線を演じます阿部義嗣です。有楽町線はですね、いろんな路線にこう挟まれて、福都新線ですとか、半蔵門線ですとか、いろんな路線に挟まれてこうかなり苦労している、キャラクターだそうです。弟分である、福都新線にこう、いじめられながらも、なんていうんですかね、心優しいお兄ちゃんキャラでもあるので、しっかりと面倒を見ている役です。有楽町線役をいただいた時に僕は正直運命を感じました。というのは、高校3年間有楽町線を実は使っていたからです。僕にとってはまさに高校時代なので、青春の時を有楽町線で過ごしておりました。昔の仲間とまた新しい作品を作れるということがとても楽しみです。皆様ご期待ください。まだリハーサルが始まっていない段階でどうなるか全くわからないんですけれども、とにかく本当に大好きな仲間と一緒にやれるので、ワクワクしております。皆様もどうぞ、どうなるのかお楽しみに。チケット先行発売が始まります。皆さん、ふるってお申し込みください。